開始前早々もうすでに球場は観衆の熱気に包まれています。3万2000人の観衆を集めた今日の試合、さあ1回の表アメリカ攻撃が始まります。今日の初打席イチロー、先発は松坂、立ち上がりのピッチングはどうか。ここはどうか、投げました、平然とストライク、見逃しです。さあサインが決まって投げました、いいスイングでしたが空振りです。ツーストライク追い込んだマウンド上の松坂、ここはどうか、決める、打った二塁に送球、迎えるバッターはトッド・ヘルトン。さあどうか、おっとこれは中途半端なバッティング、一塁はアウト。さあこの試合最初の打席です。ここのところ調子がいいそうですね。打てばヒットって感じですね。打てばヒットといえば1991年8月1日から4日にかけて太陽のレノズが作った11打席連続安打の日本記録ですね。投げました、これはストライク。さあカウントがワンストライクになりました。投げました、これはストライク。二塁ランナーは非常に足の速いイチロー、非常のナイスです。決める、ストライク、見逃し三振、バッター手が出ません。出ないじゃ済まされないでしょう。手が出ない、手を入れてもらうってことですね。略式も11月23日手袋の日なんですよ。余談ですけどタコ八郎の誕生日なんですよ。うなずきました。詰まった打球だ、一塁に送球、一塁はアウト。この回アメリカ得点ありませんでした。さあ1回の裏日本の攻撃、今日の先発はアメリカ、ノモ。受けるキャッチャーがマイク・ピアッツァ、ファースト、トッド・ヘルトン、セカンド、ロベルト・アロマ、サード、チッパー・ジョーンズ、ショート、アレックス・ロドリゲス、そして外野はレフトからバリー・ボンズ、新庄、イチロー。うなずきました、投げます、おっとこれは中途半端なバッティング、一塁に送球、アウトです。バッターボックスの赤星、両チームまだ0対0のまま均衡状態です。さあどうか、投げます、打った、滑り込む、これは取っています、これは素晴らしいプレーが出た。さあバッターボックスに向かう松井、ここは日本ランナーを出したいところです。
ここはどうか。投げました。決まってます。さあカウントがワンストライクになりました。投げました。これはストライク。ここはどうか。決める。これは受けない。いい球でした。見逃してなく、まあ叩けましでしょう。来るって言えば余談ですけどね、もっとも雨の日が多いところはハワイ州のワイアレアレさん、なんと年間ね350日雨が降るんです。この回日本三者凡退。バッターボックスはマイク・ピアッツァ。両チームまだ0対0のまま均衡状態です。さあサインが決まって投げた。打った。抜けていきました。二塁に送球。さあランナーを一塁に置いてバッタージェフ・ケント。ここはどうか。打ち上げてしまいました。ショート松井取ってアウト。さあここでバッターボックスはチッパー・ジョーンズ。うなずきました。詰まった打球だ。二塁にアウトです。一塁にボールを送ります。一塁セーフ。さあここでバッターボックスはバリーボンズ。うなずきました。おっと思い切ったスイング。一発が怖いバッターですよね。さあバッテリーとしてはどう攻めればいいんでしょうか。うまく打たせたいですね。うまく打たせるといえば1964年に吉野が考案したオンシフトでしょう。7月15日の試合では二塁手のトスをショートの位置にいた三塁手が取って捕殺を完成させていますね。さあ追い込まれてからのバッティング。一塁に投げた。さあ追い込まれてからのバッティング。決める。打った。抜けていきました。チッパー・ジョーンズ二塁を回って三塁へ。ボールは一旦中継に。ハリー・ボンズ三塁へ。あ、ホームに投げた。アメリカ一点先制。先制で試合が決まることはいいですからね。あ、先制で決まるってのは小学生ですからね。まあ余談ですけど、日本で初めての小学校が京都にできたのが1869年5月21日のことなんですよ。うなずきました。おっとこれは中途半端なバッティング。自分で入った。2回の表終わりました。さあ1点を追う日本の攻撃。バッターボックスは中村。うなずきました。
投げました。いいスイングでしたが空振りです。さあカウントがワンストライクになりました。投げば打った、フェンス直撃、中村一塁を蹴って二塁へ、二塁に投げた、二塁セーフ。セカンドランナーが帰れば同点になります。うなずきました。おっと思い切ったスイング落としてきました。うなずきました。打った打ったに8で抜けていきました。一塁に送球、さあ反撃開始となるんでしょうか。日本さあどうか、詰まった打球だ、ロベルト・アロマ自分でベースを踏んで、ワンアップ一塁して、いい判断ですね。いい判断といえば1936年2月15日7球団による日本職業野球連盟が発足しているんです。ここは一矢報いたいところ、どうか、打ちました。抜けろ抜けろ、逃げろ、滑り込む、おお、これをうまく取った、これは素晴らしいプレーが出た。三塁セーフ、ここはなんとかランナーを迎え入れたい。うなずきました。いいスイングでしたが空振りです。さあどうか、おっとこれはシュート、ハッカー取れない、ボールが流れてしまった。チッパージョーンズボールを処理できます。日本同点、迎えるバッターは立浪。さあどうか、平然とストライク見逃しです。さあサインが決まって、決まってます。セットポジションから、おっと見逃し三振、野茂見事に三振に切って落とした。ランナー2人残塁です。バッティングがおかしいですね。体調でも崩してるんですかね。どうだと変です。変です。飯直輔が暗殺された桜田門外の変なら1860年3月3日のことなんですよ。さあ3回の表アメリカの攻撃、本物ですか。ちなみに11月1日は東大記念日なんですよ。さあバッターボックスに向かうイチロー、アメリカなんとかランナーを出したい。さあサインが決まって、投げました、ファールボール、どうせ年金派。さあカウントがワンストライクになりました。投げました、ボール、外れてますね。外れてるって言えばね、正直外れなのがジョージ・ファーマンです。ちなみに彼はね、1994年11月5日に45歳で、3球目打ちました。
一塁にアウトです。バッターボックスに2番のトッド・ヘルトン入ります。アメリカなんとかランナーを出したい。さあサインが決まって投げます。打球が詰まっています。一塁にボールを送ります。一塁はアウト。バッターボックスはアレックス・ロドリゲス。ここはアメリカランナーを出したいところです。さあサインが決まって投げました。外した。外してるのか外れてるのか分かりませんよ。外すってのは相手のパンチです。1971年11月31日ボクシングジュニアミドル級タイトルマッチで打球が詰まっています。一塁にボールを振り、一塁はアウト。この回アメリカ三者凡退。ずいぶん短い攻撃でしたね。いいですか、1イニングたった9球で三者三振を奪うという記録を2回目残した選手がいますね。はい、この始まった選手さあ3回の裏日本の攻撃。バッターボックスの松井、日本ここを何とかしたい。ここはどうか、投げます。打った。レフト、あ、落ちた。ヒットだ。ここまでいい結果出ていません。うなずきました。決まってます。さあカウントがワンストライクになりました。ここはどうか、決まってます。追い込んでいます。野茂、ツーストライク追い込んだ。マウンド上の野茂、さあどうか、空振り。三振じゃどうにもなりませんよ。いいですか、昭和14年3月26日に1試合1人で2度の振り逃げで打ったセネターとヤニナーと選手もいるんですから。先ほどの打席は完璧打ち取られました。さあどうか、おっと思い切ったスイング。うなずきました。いいスイングでしたが空振りです。追い込んでいます。野茂、泣く見ない方がいいですよ。キュースを猫噛むってこともありますからね。キュースを猫を噛みましたよ。1951年11月13日日本のプレーヒーが始まる。おっと力のない打球、一塁一塁アウトです。二塁に投げた。二塁セーフ。バッターですが先ほどヒットを打っている中村。うなずきました。いいスイングでしたが空振りです。
どうか。もっと思い切ったスイング。ツーストライク追い込んだマウンド上の野茂、ここはどうか。空振り三振、野茂見事に三振に切って落とした。ここでゲームセット、両チーム相譲らずで引き分けになりました。選手が続々と引き上げてきます。試合が終わったところでそろそろ時間がなくなってきました。今日の試合解説はダンカンさん、そして林家ペイさんの2人でお送りしました。それでは皆さん、今日はお越しいただきました。本当にありがとうございます。